月年始のお休みは何するんですか？まず30日に部屋のお掃除をして、31日は自分の好きなことをして、年を越して、1日はお参りしたいと思います。年末年始は何するんですか？名古屋に帰ります。愛知県。年明けのひつまぶしか食わん年明けひつまぶし食わんな。年末年始は何するんですか？実家に帰って、でも2日ぐらいしか入れないから、でもお兄ちゃんがアメリカから帰ってくるので、一緒にご飯食べたりお話をしたりしたいと思います。では1月1日はディズニーランドに行きます、友達と。でもこれは中学校の時から言ってたけど、ずっと叶わなかったからやっと。組何もしないですよ。パパとお雑煮食べるだけ。どうせ年末はパパ寝ちゃうから一人で年を越します。1月6日、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい。はい。はい。ということで全員ではいです。まあ来年もよろしくお願いします。今年ラストライブです。1年振り返ってどうでした？最初から最後までいろいろあったけど、本当に全部楽しかったから終わってほしくないなって気持ちだけど、来年もメジャーデビューするから、来年もそれ以上に楽しかったらいいなって思います。今年最後のライブです。全力で楽しみたいと思います。ありがとうございます。えなラストどうですか？ちょっと13曲のセトリなので怖いです。頑張ります。今日は13曲なんですよ。1時間たっぷりあって、セトリが覚えられないのと体力面が心配で、かなり大事に年末最後心配かけないように頑張りたいなって思ってます。年内ラスト。年内ラストです。13曲で、今日好きなクライシスと幸せクラップが、その2つが私は今好きなので、やれるのが嬉しいのと、完売させたかったね。前に出せばいい。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。新年一発目のライブも気合い入れて頑張っていきます。一発目どんなライブにしていきますか？いいスタートが切れるように歌もダンスもいい感じにしたい。今年もよろしくね。頑張ります。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。ゼップダイバーシティで一発目のライブです。頑張っていくぞ。おめでとうございます。ざいます。おはようございます。おはようございます。お正月三が日最終日です。ボサボサなくしたアップルウォッチをついに買いました。イエーイ。お正月何してました？ディズニーに行きました。1月の1日に。誰と？中学生の頃から仲いいお友達です。4、5年越しに行けました。お正月名古屋でした。年越しのタイミング時に幼なじみと一緒に地元の神社に行ったんですけど、アイドルがカウントダウンライブしてて、そこのイベントスペースでファンの人たちの中に知ってる顔がいて、一緒に私もミックスってきた。お正月は家でゴロゴロしてお母さんとジョギングしました。お正月は何？ドラドラしてブックオフに行って本を買いました。2月の14日にグランドラムをリリースして、そして